ミュールタール。ミュールタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタットイコール、ディーブルク軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。この地域は、紀元前から入植が行われていた地域で、20世紀の、初めまでは多彩な水車小屋があることで知られていた。ミュールタールは、オーデンバルト北西域とベルクシュトラーセの城塞や、 上巻が連なる、なだらかな山並みの北部を包含する。ミュールタールの長域の最も北には、フランケンシュタイン城が建つランゲベルクがある。こうした渓谷や長域は、アウトバーン A5 号線、連邦道 B426 号線、B449 号線、修道や軍道、他方面に運行されるバス路線や、オーデンバルト鉄道、ダルムシュタットエーバーバッハで結ばれている。 ミュールタールは、北と、東は、オーバーイコールラムシュタット、南東は、モーダウタール、南西は、ゼンハイムイコールユーゲンハイム、西は、ダルムシュタットと境を接する。ミュールタールは、ヘッセン州の市町村再編政策に基づいて1977年1月1日に4つの、独立した町村、ニーダーイコールラムシュタット、町の行政機能はこの地区に置かれている、トライザ。 ニーダーイコールベアバッハ、フランケンハウゼンが合併して成立した。バッシェンバッハはこれより、先の1972年にすでにニーダーイコール、ラムシュタットに合併していた。新しい町名のマホールトルは、モーダー川やその支流に、食用の粉引き小屋、製材所、鍛冶屋などの様々な水車があったことに由来する。トルは、国を意味する。これは、これらの川の水位。 流れ、落差などがエネルギー獲得に適していたことによる。ニーダーイコールラムシュタットは長い入植の歴史を有している。4世紀のアレマン人入植地やメロビング町、後期700年頃の入植地があったことが多くの出土品からわかっている。考古学的出土品から4世紀、遅くとも5世紀には入植地が作られていたことが証明される。 ニーダーイコールラムスタットは古くからの入植地であるにもかかわらず文献に登場するのは比較的遅い。1190年から1194年にボルムスの聖アンドレアス教会参事としてカンラデュースド・ロムスタットという人物が記録されているのが初出である。13世紀以降はカッツェネルンボーゲ言白領に属したビュルツブルグ司教が1259年に ゲーラウ王領をカッツェネルンボーゲン博に与えたのである。ニーダーイコールラムシュタットは、1318年のカッツェネルンボーゲン博家のベルトルト3世とエーバーハルト2世との間の所領分割条約に、その名が記されている。1403年にカッツェネルンボーゲン博ヨハン4世は、ビルツブルグ司教ヨハンに対して、ニーダーイコールラムシュタットなどが、霊園であることを確認している。 1479年にカッツェネルン暴言白化の最後の継承者であるフィリップ一世が亡くなった後ハインリヒ三世がこれを相続しヘッセン法博領となったミュールタールの長議会は37議席からなるアストリート・マンネスは2007年7月1日の選挙で59.1%の票を獲得して町長に就任した各地区委員会は 各地区代表を選出する。各地区代表は以下の通り。ヌムール市はパリから約 75km 南、イルイコールドイコール、フランス地域圏内に位置する。ビングオケルは、ストックホルムから約 160km 西、セーデルマンランド地方に位置する。ミュールタールは、歴史的にプロテスタントが優位な町である。現在、長域にはヘセン及びナスサウプロテスタント教会に、 属す四つの教区に五つの教会区がある。ニーダーイコールラムシュタットのカトリック教会は、ミュールタールの大部分を管轄し、マインツ市教区に属す。フランケンハウゼンのカトリック信者は、オーバーイコールモーダウの組織に属し、ニーダーイコールベーアバヒ派のカトリック信者は、エーバーシュタットの組織に含まれる。ミュールタールには、地区200年以上の建物が数棟あり、その中には、 木組建築もいくつかある。ニーダーイコールラムシュタットの中心部、特にオーバーイコールラムシュタット通りは、その一部が文化財局の管轄下に置かれている。また、オーバーイコールラムシュタットのあちこちに、木造建築が点在している。ミュールタール町内で最も有名な見どころは、フランケン城市である。ここで、毎年開催される、ハロウィンフェスティバルは、ドイツ全土に知られている。 トライザ地区のゴルフ場の近くにディッペルスホ富フがある。この城は30年戦争の前からすでにあったことが証明されている。建物は1710年に再建されたもので、19世紀にはダルムシュタットからの小旅行の目的地として好まれた。1911年から1913年にフリードリヒビルヘルムブルリヒにために建築家、エドムンケルマーによって拡張され、 同じ時期に、ダルムシュタット芸術家コロニーに参加した。保護文化財に指定された、ティッペルスホーフ内には、1990年代に改装されたホテルとレストランがある。オーバーイコールラムシュタットとの街境に、歴史的なバッカーファブリークがあり、文化、芸術、ビジネスセンターとして、あるいはレストランとして利用されている。ここでは、毎年演劇祭や展覧会、 芸術イベントが開催される。アマチュア演劇グループのリハーサルや公演にも利用されている。ニーダーイコールベアバッハ、バッシェンバッハ、フランケンハウゼンの間に、ミッテルドイチハルシュタインイコールインダストリー AG が運営する、ハンレーガン採掘のための2つの露天掘り鉱山がある。2が経営する前は、オーデンバルダーハルトシュタインイコールインダストリー A、ジャス。 が経営していた。ニーダーイコールラムシュタットの南西部には、小さな産業地域が整備され、中小企業や多くのスーパーマーケットがある。ミュールタールの企業の多くは、ニーダーイコールラムシュタッターディアコニーに加盟し、身体障害者や、精神障害者のための住居や職場の提供促進に、努めている。バス路線 N、N、NB、NE、O、K50。 678系統がこの町と、ダルムシタット、オーバーイコールラムシタット、モーダウタール、その他周辺市町村とを結んでいる。さらにミュールタールには、フランクフルトアムマイン、ダルムシタット、エアバッハ、エーバーバッハ域のオーデンバルト鉄道の列車が発着する小さな駅がある。ミュールタールは、連邦道 B449 号線で、 ダルムシュタットと結ばれており、さらに b 四百二十六号線沿いでもある。ニーダーイコールラムシュタットは、以前は通過交通に悩まされていたが、地区中心部を迂回する b 四百二十六号線のバイパスが作られ、二千七年六月二十九日に開通した。b 四百二十六号線は、バッシンバッハイコールタール橋、グリースバッハイコールタール橋及び、ローベルクトンネルを通って、 ダーイコールラムシュタットの傍らを通過する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。